はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。小池です。小池さん、今日もよろしくお願いします。今日はですね、ちょっと新しいアイロンをゲットしてきて、これ前に一回やったんですけど、こうミロピュアっていうアイロン、その前はなんかブラシのあれでやったんですけど、今回こうストレートアイロンバージョンで、これ何が違うかって言ったら、こう、まあ、今流行ってるこう赤外線、ここなんか見えないな遠赤外線の効果で、まあダメージが出にくいね。何が思うんですか。一応まあそのヘアビューロンとかなんかいろいろね、あのクレイツの、ホリスティックキュアとか、あの辺とかのアイロンと同じ素材を使ってるなんかプレートなんかな。でこれで、まあ、小池さんのこの寝癖満開の髪の毛ですね、先生。はい、はい、これを、まあ、内巻きにしたりとか、あとまあ外巻きにする方法だったりとか、これを使って、やっていきます。であと、まあ、ストレートアイロン入れる時とかに必要なことだったりとか、これをやった方がいいよというポイントも今日はやっていきますので、よかったら参考にしてみてください。今日よく喋れたね。上手です。ありがとうございますそれでは動画をどうぞ。で、今回はちょっと見にくいんですけど、これメモリーが180度設定で、で、ここがなんかピカ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 光ってます。これ多分遠赤外線のあれが出てるかなと思うので、180度設定でやっていきます。はい、じゃあ始めていきます。まずじゃあ半分に分けて、こっち側が外羽で、こっち側が内巻きでやっていきます。で、もうちょっと分かりやすくブロッキングをしてやっていきますので、まず後ろを襟足の部分ですね、取り分けておきます。で、だいたい取る幅このぐらいの厚さですかね。これ以上取りすぎると結構跡がつきやすいんで、ちょっと気をつけてください。で、最低限絶対やらなあかんことは、こう溶かすこと、しっかりと溶かして、で、こう髪の毛をピンって張ってるのがすごい大事ですね。ちょっとこれが緩んでたりとかすると、パサつきだったりとか、うまく綺麗にツヤが出なかったりとかするので、なるべくこう引っ張ってピンとした状態でアイロンを入れていきます。まずは溶かしてピンとした状態、アイロンを根元付近から入れていきます。多分これだけで結構しっかりと伸びてるかなと思います。で、そのまま中間からこう毛先にかけてカールをつけていきます。中間から毛先にかけて少しこう湾曲させるように入れてあげると、こういう風に内巻きのカールができます。一つ上の毛束も取っていきます。だいたい後ろ3ブロックか4ブロックぐらいで分けて巻いてあげるといいかなと思います。しっかりと溶かして、で、根元をピンとしながらアイロンを根元付近からゆっくり入れていきます。結構180度でやってるんですけど、そんなにめっちゃ熱い感じではないですね。根元から中間入れたら、次中間から毛先を入れていきます。ちょっとこう湾曲させるように、もう一度いきます。このままぐりっと湾曲させるように入れると、綺麗に内巻きに入ります。これが後ろ入れ終わった感じですね。かなりこうツヤが出て、自然と内巻きにくるっとカールが入ってる状態になってます。結構こう髪の毛がやっぱり赤外線ってこう硬くならないので、結構柔らかい質感になってるかなと思います。じゃあ次サイド、大体サイドはまあ2ブロックかまあ3ブロックぐらいで分けてます。大体
今回はじゃあ3ブロックでやっていきます。で、サイドの内巻きに入れる方法なんですけど、まあしっかりと溶かしてアイロンを中間から入れて、そのまま手首を回転させながら内巻きに入れる。するとこのぐらいのカールが綺麗に出ます。これがアイロン入れた状態です。だいぶこっちもツヤがしっかりと出て内巻きに綺麗に入ってると思います。で、次反対側いきます。また分けて襟足の部分をだいたい1、2、3、4等分に分けていきます。で、さっきと同様しっかりと根元から溶かしてアイロンを入れるんですけど、まあ、ピンとした感じですね。ピンとした状態で根元から入れます。もうこう入れただけで多分だいぶツヤが出て綺麗に伸びてるかなと思います。で、次外羽が大体まあ中間ぐらいからまた毛先に向かって今度は逆に外に向かってカールを入れていくだけです。こういう風に沿うような感じですね。で、入れるとこういう風なカールが出てきます。で、次はもう一個上の部分をやっていきます。しっかりと溶かして根元から入れます。で、根元付近がしっかりと伸びたら中間から毛先に向かって少しこう指をじゃない手首を返しながら外羽にやっていきます。後ろを全部入れた状態ですね。結構やっぱりツヤがしっかりと出て毛先もカールしてる状態になってます。で、サイドの部分も3ブロックでやっていきます。で、外羽方法のやり方をやっていきます。溶かして、で、まあ、中間からこう手首をこう外に跳ねさせるだけなんで中間から入れて、まあ、髪の毛をこう上にしてそのまま一回転だけさせるとこのぐらい自然に外羽になります。はい、仕上がりました。こっち側が内巻きの感じで結構ツヤがしっかりと出てるかなと思います。で、反対側、こっち側が外羽、中間から、ツヤが出て、まあ、毛先ちょっと跳ねてるっていう感じなんですけど、やっぱまあちょっとやっぱ乾燥してるっていうのはあるので外羽だとこういう風にちょっとパサつきが出やすいのがまあしょうがないとは思うんですけど、ちょっと出やすいかなとは思います。はい、こんな感じで仕上がりました。どうですかね、小平さん、こう感想的にというか総合的にこう触ってもらったりとかして、結構もう毎日アイロン入れるんで、まあどうなんかなみたいなちょっとあるんですけど、思ってた以上の柔らかさとなんかツヤ感が出ました。
そうですか。ですか。私的には、私的にはまあでも確かにやっぱりこう赤外線の効果でなんていうんですかね、こう普通アイロンとか温度入れると結構髪の毛硬くなったりとかするんですけど、仕上がり的にちょっと柔らかいやっぱ質感になるので、まあそれがなんか遠赤外線の効果かなと思うので、まあもちろん結構小林さんのこの毛先結構ブリーチしてたりとか明るくなってるんで、ちょっとパサつきはやっぱり出るんですけど、あのまあ普通にブリーチしてない髪質の方だったり癖の方だったら結構綺麗に仕上がるかなと思いますので、まあこの上にこうスタイリング剤、例えばまあバームだったりとかその辺をちょっと使ってツヤ出してあげるだけでも、まあ一日結構綺麗になるかなと思いますので。よかったら参考にしてみてください。じゃあまた、リクエストだったりとかコメントもお待ちしております。じゃあこんな感じで今日はお送りしました。はい、はい、じゃあまた皆さんさようなら。はい、じゃあまず始めていきます。もうめちゃくちゃ簡単。ちょっと急な